火曜フォーカスです。去年国がデジタル庁を発足させるなど行政サービスのデジタル化が進められようとしていますが、県内では先駆けて長井市がデジタル化事業に取り組んでいます。デジタル技術の活用で長井市がどのようなまちづくりを目指しているのか取材しました。お進みください。はい、進みました。はい、なった。大丈夫、うん、カートに入れる。はい、オッケー。はい、はい、で、オッケー。でもこれで終わり。あ、これで終わり。なんか出られる。あ、本当だ。通すことないな。あ、通すことないな。ここで喋って。こちらは今年3月、長井市伊佐沢にオープンした伊佐沢スマートストアです。店内は無人で、購入したい商品のバーコードをアプリで読み取り、セルフレジで支払いをすることができます。人口およそ1100人のここ伊佐沢地区にはコンビニやスーパーがなく、市の中心部までは車で山を越えて10分ほどかかります。スマートストアはこうした少子高齢化や労働力不足が問題となっている中山間地域の買い物機能の維持などを目的にオープンしました。車で行かないとなかなか買えないっていう状況ですので、慣れればね便利かなとは思うんですけど。このスマートストア、単なる無人の店舗ではありません。購入した人の年代や性別、売れ行きの傾向といったデータを人工知能 AI が分析し、需要に合った品揃えが可能となっています。地域で本当はコンビニで買われたかったようなものがどんどん消費されているという傾向も分かってまいりましたので、そういったラインナップをですね、データに基づきうまく展開をしながら地域の皆さんに便利な店舗を提供していきたいなというふうに考えています。県内で先駆けてデジタル化事業を進めている長井市、あらゆる分野でデジタル技術を活用し地域の課題解決につなげるスマートシティ長井の実現を目指しています。従来であればそのデジタル化、デジタル技術を活用せずにですね、課題解決をしてきたようなその地域課題に対してもう一度デジタルを活用したらより良い答え、より有効な施策が展開できるのではないかということを、組織で検討してまいりました。現在全国の自治体でデジタル化が進められていますが、長井市の取り組みとの大きな違いはデータの収集とそのデータの活用方法です。同時にですね、多数の事業を展開してそのデータを掛け合わせて分析するというところを目指しているところが特徴だと考えております。例えばデジタル技術による子どもの見守り、子どもに小型の端末を持たせることで位置情報が確認できるほか、 AI によって子どもたちの行動パターンの分析も可能です。また有害鳥獣対策では市内数箇所にモーションセンサーを設置し、映った動物が有害鳥獣かどうかを AI が判断します。さらには災害対策でも河川の水位を監視するセンサーによって水位の情報を定期的に集約することができます。一見それぞれが独立しているようなこれらのデータですが、掛け合わせることで新たな情報が見えてくるといいます。それらのデータを掛け合わせてですね、結果としてクマも出没しにくい、河川においても氾濫の危険がない、子どもが通いやすい通学路をデータに基づいて導き出すというようなデータドリブンな行政推進というところを今回の事業では目指せると。このほか新たに運用が始まった事業が、市内の店舗でのみ使うことができる電子地域通貨長井コインです。
スマートフォンやカードなどの QR コードを提示し、店側から読み取ってもらい代金を決済するシステムで、飲食店など市内のおよそ100店舗で使用可能です。長井コインの事業も購買データの収集と分析、そして地域経済の活性化を目指しています。日々進んでいく日常生活のデジタル化に市民も期待を寄せています。必要だと思いますね。見守りとかしてもらえれば安心して学校に行かせられるなっては思います。一方、実証実験や事業の展開を通して見えてきた課題も。お店の人にその出した時に確認してもらって、で足らなければ次のカードを出してもらえれば使えます。ありがとうございます。ややこしいね。高齢者向けでないね。出すだけなので、スマートフォン使うよりは多分便利だと思います。やっぱり高齢、若い人ならできんでも、いや高齢者ならちょっと難しい。事業の認知度や利用率はまだ十分ではなく、特に高齢者の利用拡大は大きな課題となりそうです。高齢者の方々にも、操作方法を、親切丁寧にしっかりお伝えする、まあ、そういったサポート教室等をですね、定期的に展開をし、あまりそういったことを感じさせないような、操作方法でお使いいただける機能をどんどん提供していきたいなというふうに考えています。少子高齢化や若者の流出など多くの地域課題に直面している長井市。本格的に始まったデジタル化の取り組みは、今後同じような地域の課題解決を目指す全国の自治体のモデルになるかもしれません。番組の冒頭にあったセルフレジ、市街地ではこう見かけるようになりましたけれども、はい、こう人口が少ない地域でより力を発揮するんだなというのを感じました ね、うん、ね、そうですね。高齢の方にとって確かに入り口は、ね、少しハードルが高いかもしれませんが、その先の利便性が大きいですよね、うん、実際使っていると楽ですもんね、その方が。 そうですね、はい、それでは取材に当たった石川記者です。はい、長井市ではこのほかにも多くの事業に取り組んでいまして、その一つがこちらのデマンドバスです、うん、こちらは路線バスのように決まったルートを運行するわけではなく、乗りたい時間と場所を指定して利用することができます。将来的にはこちらも AI が乗客のデータを分析して移動ルートの最適化などを目指すということです。うん、長井市のような地方自治体がデジタル化を取り入れるということの意義はやはり大きいですね。はい、そうですね。デジタル化の大きな利点の一つに、やはり限られた人的資源の中で事業展開を行えるということが挙げられるかと思うんですけれども、うん、やはり長井市のように人口規模の大きくない自治体だからこそ、まあ、これから人が減っていく中で地域機能を維持していくために、デジタル化をうまく取り入れていくことが重要ではないかと思います。